はい、本日はですね、着用して分かったダウンジャケットのメリット、デメリットをご紹介していきたいなというふうに思います。ということでですね、今月着た洋服っていうのを12月に出したんですけど、その時にね、この辺りのダウンジャケット着ますって言って、実際毎日変えて着ました。ほんならね、あ、ちょっとこれ微妙やなっていうのと、さすがこれええなっていうのがありましたんでね、まあ、その辺をご紹介していきたいなというふうに思います。で、今回紹介するのは4着で、4着で分かったことっていうのをお伝えしていくので、まず1つ目っていうのがこちら、タトラスのダウンジャケットで、ドミツアーノってやつね。で、次がモンクレールのダウンジャケット、次がですね、マーモットのダウンジャケット、最後がですね、ナンガのハイスペックモデル、オーロラライトダウンジャケットっていうダウンジャケット、計この4つでね、ご紹介していきたいなと思います。ではですね、まずはですね、一番最初に来たやつっていうのがこれっていうのも、値段が結構安いんです。3万円ぐらいでコスパいいし、フィルパーも750フィルパーっていうことで、非常に性能も高いっていう話したんで、これでもしよかったらこれヌプシの代わりになるなと思って、ちょっと楽しみに一回着てみたんですよね。で、着てみたらどんな感じだったかっていうと、僕個人的にはね、物足りない。僕は外で着るようではない。やっぱ寒がりなんですよね、自分はね。だからこう外で着るってなった時に、やっぱりこの身幅の広さっていうのがめちゃくちゃ邪魔するんですよ。で、こうやって締めてきたとしてもね、ここの隙間めちゃくちゃあるんですよね。だから冷気入りまくりやし、あったかい空気逃げまくり状態になったんで、暑がりの人とかやったらこれとか、それこそヌプシもね、今年から使用ちょっと大きなってるからめっちゃいいと思うんですけど、まあ、僕個人的には、あ、これはちょっともうきついわと思ってね、めっちゃ寒いわって、この12月の段階で寒かったんで、僕はちょっと厳しいかなということで、まだちょっと仕様が変わればね、ちょっと細身になったりとかすれば隙間がなくなるので、これめっちゃいいですよって言えると思うんですけどね、ちょっと期待してた分、あ、残念やなという感じです。だから、まあ値段が安いからっていうことじゃなくて、ただただ見幅とかちょっと仕様に問題があるという、まあ腕のところとかもそうなんですけど、やっぱアームホールがちょっと大きいですしね、暖かくはなかったということなんですが、これね、海外モデルって全部そんなもん、お前アームホール大きいやんって思うじゃないですか。違うんですよ。ヨーロッパのは基本ね、結構スタイリッシュに作られてるんですよ。それも後で喋るけどもね、そんな感じになってました。で、次がね、なんかこのマーモット来た後にね、なんか来たんですよ。保温力はバッチリ、もう完璧。見てください、このダサい手、めっちゃダサいですよ。こんな手やるやつ今2022年でいてます？これ若い子やったら全然こんなことせえへんと思うけど、これでしたわ。完全これいいねでした。バッチリなんですけども、ただやっぱ気になるのがね、これは買うアイテム、ちょっと僕が間違えてるんやけどもね、フード、このフードがね、結構この頭当たるんですよ。で、僕こうやってワックスとかつけてるから、このワックスがついたりもするし、なんか首っていうか肩凝るんですよね。だからフードがない方が僕は好きなんで、そういう部分で、あ、これ買うアイテム間違えてるわということなんで、ずっとこの頭の後頭部とか当たってるんですよね。どんな状態でも、どう頭を動かしても当たってるんですけど、それが気になるというか、だから帽子とか被ってる時とか、ニット帽の時とかで全然いいんですけども、これフードなしのスタンドバージョンもあるんですよ。スタンドカラーバージョン、あ、それ次買った方がいいなと思ってね。それやったら問題ないんちゃうかなとは思ってるので、フードダイポンもね、いいんですけど、僕がやっぱ冬場になると基本ダウンジャケットはフードなしで着ることが多いのでね、次に紹介するこのタトラスもそうやし、モンクレールもそうなんですけど、着用する時は全部フード外してます。フード外して着るので、まあ、これに関してはフードの脱着タイプでも良かったんちゃうかなと。あえてこう選ばんでもね、スタンドカラーとこのフードありって選ばんと、もうこういう風にタトラスとかみたいにこの外せるボタンとかで、ジップとかで外せるようにしておいてあげれば、まあ、良かったんちゃうかなと思うけども、まあ、買う僕が悪かったですね。で、次が何かというと、このね、タトラスいきましょう。で、タトラスがね、何かというと、これが一番僕の予想を覆しました。あ、意外やなと思ったのがね、何かと言いますと、レビュー動画で喋ってる時はちょっと僕はデメリットの方がちょっと気になってたんですよ。やっぱ水に濡れられへん、これウールやから水に濡れられへんし、結構湿度とかも弱いし、毛玉なりやすいし、あ、結構着る機会ないんやろなと思ってたんですけども、そのウールの良さが出てたんですよ。で、それは何かというとね、こうやって1日着たりとか、外でこうスーツの時着たりとか、あと不織布の着たりもしたんですけどもね、何かというと、ウールってやっぱ柔らかいんですよ。で、柔らかいということは、普通こういうナイロンのジャケットって薄くはしてるんやけど、ちょっと硬さってあるんですけどね、ウールはやっぱ柔らかいから、どうなってるのっていうと、自分の体に馴染んでるんですよね。だから腕曲げる時とかめっちゃスムーズやし、着心地とかが一番いいのはこれやったんですよ。だから、あ、そっか、ウールならではの良さがここに出てくんやっていうのがね、最初はデメリットしかちょっと自分はこう入ってこへんかったんやけども、着てみたら、あ、これ意外と着心地はいいなっていうことで、まあ、性能とかで考えたらどうなんていうところもあるんやけども、まあ、着心地だけで言うとね、で、今まで何十着ってダウンジャケット着たけども、多分一番いいんやろなっていうふうには思っております。で、もう一個ね、使っててええなと思ったところがね、このポケットの裏地ね。で、ポケットの裏地がしっかりこうフリースのタイプになってて、意外とね、アウトドアとか高級ダウンもそうなんやけども、このフリースの素材使ってるのって、このタトラスと、あとピレネックスっていうダウンジャケット、このマークのブランドしかないんですよ。で、他とかはそこまで配慮されてないというか、基本的には表と同じ生地がね、ポケットのところにも採用されてるんですけど、あ、ここまで配慮されてるのめっちゃいいなって、こうポケットに手突っ込みたくなるんですよね。気持ちいいからバーって突っ込みたくなるから、これええなと思ってね。
僕来年ダウンジャケット作ろうと思ってるんですけどね、あのダウンか中綿ジャケット、その時はねこの仕様に絶対したろうと思って、ね、ポケットやっぱふわふわな気持ちいいなと思って、でまあこれで静電気のね対応とかにしてあげたらいいなと思うんですけど、まあ、そういうところがタトラスは良かったんで、意外と着心地は今まで着たノーセスのバルトルがいっぱい着たけどもこれが一番良かったです。だからその天然繊維の良さが出てますね。これ着た瞬間にあめちゃくちゃ肌に吸い付いてるわっていう感覚で、これはね、3、4日着たんですけども、やっぱりちょっともう毛玉にはまだなってないんやけども、毛玉予備軍みたいなのがちょっとずつ出てきてますわ。だからまあこの辺はねもう仕方ない、まあこことか脇のとことか見えへんじゃ見えへんしね、割り切って着るようなもんやし、あと僕リュックも背負ってたから肩の部分がね、本来タトラスのこのドミツアーの着るときはあんまリュック着ん方がいいと思いますけどもね、そういった劣化はねどうしても仕方ないということになっておりました。で次がねモンクレールなんですけど、モンクレールに関してはね先に言いますけどね、壊れました。壊れたんかいとインスタでも僕ちょっと出したけどもね、残念ながら壊れております。で何が壊れてるんかっていうとね、まあ見てもらってパッてわからないとは思うんですけども、何かと申しますと、この内のポケット、内ポケットが上にこうやって開けたら普通で閉まるじゃないですか。内に開けあれ内に開けてあれすいません、なあ直ってないわ、壊れてます。これ上に上げてもね閉まってないけども、もう完全にねこれはもうあの壊れちゃったんですよ。でモンクレール20万もするのにジップ壊れんのって思うじゃないですか。でこれに関してはね、あのジップの規格とかなんですよ。だからジップの規格によってこれが壊れやすいジップなんか壊れにくいジップなんかっていうのがあるんですけども、特にこういう小さいジップっていうのは、あのこう持ち手じゃないですよ、持ち手は大きいんやけども、このスライダーの部分見てほしいんですけど、このスライダーの部分がちっちゃいでしょ。でこういうタイプってやっぱ壊れやすいんですよ。で他のアウトドアブランドでもそう、YKK のジップ使ってても壊れやすくいいのは壊れやすいんやけども、こういう大きいジップってね壊れにくいんやけども、次噛みづらいっていうのがあるんですよ。噛み合わせがしづらくて、こう何回も言うと、いかれへんけってなったりするんですけど、じゃあ一番いいジップどれって、この間なんですよ。この間のジップが一番いいんやけどもね、あこれこれこれ YKK って絶対見るんやけども、この企画ね、だいたいねノーセースのマウンテンジャケットとかマウンテンライトジャケットとかもこれなんやけどもね、この企画ってこの大きさっていうのがね5号っていうんやけども、この大きさが一番ね噛むことも少ないし壊れにくいんですよ。だから結構これはねフロントジップとかに使われること多いんですけども、それがワンサイズちょっとやっぱちっちゃいんですよね、こっちの方が。でワンサイズちっちゃいのってこのモンクレールだけじゃなくて、例えばノーセースで言ったらこういうクライムライトとかもね、このスライダーちっちゃいの分かります？こういうのも壊れやすいんですよね。だからまあこの辺はね、修理がどういう修理をしてくれるんかってこれが楽しみですよね。持っていって、例えばこれがもしかしたら優勝かもしれんし、もちろん無料ですよってなるかもしれんし、そんなんちょっとわからへんので、まあそれもまた動画にしたいなと思うんですけどもね、壊れておりました。ただまあジップの話以外の話すると、ジップはもうこれ多分おそらく委託してる会社なんですよ。モンクレールとは入ってるけども委託してる会社やから、まあそこがもうちょっと次は企画考えるかなんか知らなあかんねんけどもね、モンクレール自体で考えるとこれが最も今まで来た中で一番パターンがいいですっていうのも、着心地いいのはタトラスやったんですよ。それはなんでかって生地がいいから、着心地がいいんですけども、ちょっとアームホール小さいんですよタトラスはね。だから自転車乗る時って、まあタトラス着る人自転車乗らんけども、ほんまはね、だけど僕自転車乗るんですよ。てかそっちが本来の姿やからね。でチャインコとかこうやって乗ったりとか、こう可動域もそうやし、普通にこうやって歩いてるもそうやけど完璧なんですよ。このモンクレールが一番パターンが完璧、どう動いてもきついとかもないし、さらに余計な余白はないんですよ。だから大きすぎず、さらに小さすぎず、もう完璧やないかいと、これもう仕上がってるやないかいっていうのがこのモンクレールのパターンでした。だからこれはいろんなダウンジャケット着比べやんとね、やっぱり分からんかったんですけども、まあ、完璧に仕上げてるなっていうのがね、このモンクレール。もちろん表の生地が気に入らへんとかね、ジップがイヤーとかっていうテカテカしたのイヤーとか、そんないろいろあるんやけども、パターンで考えるとね、洋服っていろんなパターン、部品部品の組み合わせ、家みたいなもんなんでね、そのパターンで考えると完璧やなっていうのがね、このモンクレールで思いました。だから例えばですけど、このモンクレールのパターンでタトラスのこの生地ウールを使った場合って言ったら、最高級の着心地だと思います。劣化は早いけどね、すぐ劣化する、チップも劣化したし生地も劣化するけどもね、だけどそれが一番最も最高だから、もう短命やけどもものすごい濃いみたいな感じのね、ダウンジャケットとしてはそういうジャケットに仕上がるんじゃないかなと思います。でまあ僕としてはね、やっぱりパターンでいいなと思うのはこのモンクレール、もしくはこの旧モデルのヌプシ、このあたりはねちょっとパターンで言うとね、もう別格です。めちゃくちゃ仕上がってる。このヌプシだって言ったらもう30年もね出てるモデルやし、改良されて一回この細身になったんですよ。で、まあ、また今は元に戻ってますけどもね、一旦この改良されて細身になった企画なんかもいいし、まあこのモンクレールはあれですよね、もう20万もしてるから、それはいっぱいいろんな検査したりいろんな人に着させたりとかして、もういろんな形に仕上げてる状態からもう完璧なんですよ。だから前開けててもなんかそれなりにフィットしてるじゃないですか。で誰が着ても着れるってことは計算され作るされてるんですよ。このパターンをベースに、ジップが壊れないようなジップを作って、でこの裏側の生地のとこにフリーズを当ててあげて、
それでフードを外せる仕様にしてみたりとか、まあ、そもそもフードを収納こういう感じで収納してあげるとかっていう風にしてあげればね、おそらく史上最強のダウンジャケットができると思います。だからそれをねまた来年2023年ぐらいにはね作っていきたいなと思うんですけどもね、まあ、そういったことでいろいろ着ていく中で、分かりました。だからドミツアンのどうってかって聞かれること多かったんですけども、僕正直レビューの段階ではうーんって感じだったけど、着てみたら着心地抜群だから、そういう着心地を求めはる方とかやったらもうお金糸目つけへんっていう人はね絶対買った方がいい。だけどやっぱお金も予算ある中で買いたいっていう方やったらちょっと除外になっちゃうけども、僕の視聴者さんとかでね結構経営者の方とかね自分で事業されてる方非常に多いんですよ。だからね、あの今度船貸し切って釣り行きますけど行きますかとか言ってもらったりする。僕そんなあの富裕層のあれじゃないんで行けないですって言うんですけどね、まあ、そういった方もいらっしゃるんで、そういう方には向いてるかもしれない。で、まあ、もうサラリーマンでちょっとお小遣いでやってんねんっていう方であればね、もうちょっと違うやつを見ていかなあかんので、またいろいろ着ていこうかなとは思うんですけどもね、まあ、このあたりが自分が実際着てみて感じたことであったりとかっていうのが本音なんでね、まあ、別に自分であの買ってるもんやからね、誰かにもらってるもんじゃないからね、あの忖度なしでいけるじゃないですか。好き放題言えるからね、好き放題言わせていただいたんですけども、なんかのねオールライトダウンのねスタンドから買わへん理由っていうか買ってない理由としてはね、このやっぱホワイトレーベル持ってるから、これ持ってんやったらもういらんやんってなっちゃうんですよ。だから買ってないんですけども、視聴者さん的にはねこっちのスタンドからの方が気になるって方もいらっしゃるかもしれんから、まあまた買わなあかんじゃ買わなあかんねやろうけどもね、多分忘れてます。来年になったらすっかり忘れてると思うんでね、またコメントいただければなということで、本日はですね着用してみて分かったダウンジャケットのメリットデメリットをご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。